はい、始まりました。びっくりした。ロッチちゃん、今日は何をやるの？ハルくん、ついにこの話をちゃんとしなければいけない時が来てしまいました。まあまあ、こう今までもこうちゃんとできなかったんで、話が。じゃあ行きますよ。いや、長いって前は聞いた。いや、ごめんごめん。ごめんごめん。ちょっともう一回振ってもらって。一発でパンってくると思ってたわ。ちょっとごめん。ロッチちゃん。うん。今日は何をやるの？あの、これ今までできてなかった話。じゃあ長い。ちゃんと前回もなんか違う。じゃあ行きますよ。じゃあ行きますよ。なんで自分でそのつくんの？じゃあ俺が区切りつけてんの。これ聞こえてるかな？大丈夫かな？風の音で。あ、ボーボー言ってる可能性あるか。わかんないけど。いや、これあるな。大丈夫かな？でもまあそれもなんか自然のさ、感じで聞いてほしいよね。いや、聞いてほしいとは思わないよ。もっと俺らの声聞きやすいよ。だから本当にさ、うん、そのマイクみたいの買って、違う、こんなこと話したいわけじゃない。ちゃんとハッシュタグ風ってつけてね。いや、藤井風みたいになるの。まあまあそっちまで行ったらね、その人たち聞いてくれる可能性あるからいいんで、じゃあもう一回行くよ、はい、ロッチちゃん、今日は何をやるの？ついにあの話します。振り返れ、白蓮が初のテレビ出演、思い出キャンピングタクシーについて。じゃあもういい、そのマジで何、はい、何年前。じゃあもういや、その話できてなかったんで。いや、した十分。じゃあしてない。じゃあ何をしてない？いや、してないんだその話。したって。いやだって、違う、そのはるくん、はるくん開けてない。したんだけど、うん、あなたがもみ消した。あ、やばすぎて、あげないにしたのか。あげないにしたの。あ、俺があげない。その話しないと、やっぱその話した後に誰が気になってるの。その山形のさ、うん、あなたのお母さんとかもまだ言われるとか言ってたけど、うん、でももう残ってないよ。そっちからはあれで。だってまあ東京のオンエアではさ、一人もフォロワー何も増えなかったからね、俺。そう、あんた。エゴさんも一挙も引っかかんなかったからね、俺の。いい、それ、本当に。じゃあ、本当は今日何のお話を？ストーリー。何のストーリーについて？いや、ごめん、今までちゃんと話してなかったから、うん。ちょっとじゃあ、やりたいのは、うん。あ、ちょっとじゃあもう一回振ってもらっていい？あ、もう一回振る。うん。ロッチちゃん、今日は何をやるの？スズメの戸締まり考察。なぜ宗介は足が3本の椅子にされてしまったのか。もう見てないしさ。え、何を？スズメの戸締まり考察。今こう結構じゃもう終わってるって。スズメの戸締まりの考察。いや、最近あなたがハマってるのドラマのやつとさ、あれじゃないの？ あなた君たちはどう生きるかのかじゃないの？あれ分かんなかったな。ああ、お前分かんなかった。何も分かんなかった。お前分かんなかった。見ても。ああ、そういうやつ いないらしい。いや、いるよ。違う。めっちゃいるよ。あ、そう、分かんなかったでしょ？分かんなくて面白くなかった人めっちゃいるよ。それは悪いの？いや、まあ感じ取り方次第でしょ。あ、そんななんかいろんな感じ取り方あるんだ。そのさ、まあこうでしょってさ、うん、新海さんじゃねえよ。宮崎駿監督も、その、言ってたんだって。その、作ってる途中で、何書いてるのか分かんなくなったって。言うか。じゃあ、本当に言ってたんだって。言うか。じゃあ、本当に言ってたらしい。あ、本当にね。本当にインタビューで答えてたらしくて。で、めちゃめちゃなっちゃってたんだ。うん。分かんなくなっちゃった。でも、だからさ、そんなのさ、こう見た人がさ、感じ取るなんてさ。プロとして大丈夫それ。何プロって。でも、宮崎駿先生が、あ、俺先生って呼んでないけど、が、その、この書いて途中で、あ、わかんない。でも書き終わるまで書かないと、はい、終わりました。みんなどう思うっていうことってこと？わかんないけど、出した理由はそういうこともあるんじゃない？もしかしたら。あー、なるほどね。で、君たちはどう生きるか、いや、この話よ。こんな。いや、そう、こんな話したいんじゃないよ。だから、いや、俺もそうよ。思い出キャンピングタクシーの話をしたいわけじゃん。ちょ、したくない。これ何分取られてんの？もう。4分取られてるよ。いや、短いだろ。いや、違う。もう俺ら話したい話いっぱいじゃん。あれも話したい、これも話したい、伝えたい。まあ、確かに、そうだね。ごめん。ちょっともう一回振ってもらっていいですか？じゃあ、ちゃんとやってね。はい。ロッチちゃん、今日は何をするの？ついに判明。空白の4世紀、日本では一体何が行われていたのか。はい、ましょう。ついに話していきましょう。うん、これは超やりたかった。空白の4世紀、うん。日本の空白の4世紀。まあ、うん、あの、ね、まあ、このチャンネル見てる方はもう、もちろんご存知だと思うんですけど、日本4世紀、日本で何が行われてたのか全く判明しないっていう、空白の4世紀と言われてますね。でも私はね、こう考えてるんです。はい。空白の4世紀。まだ説明終わってないから、そのチャンネルの方に向けて。空白の4世紀。まあ、その、あ、ちょっと待って、もちろんね、その前に一言だけ、うん。はい。我々は、未知の世界を探求する、そういったラジオでございます。よし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 。冷えて偉いね。
その空白の4世紀についてその日本のちょごめん、ワンちゃん、カオル、カオル、カオル、いいから一回、はい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 、あ、はいはいはいね、はい、行ったからね、はい、カオルがね、カオルごめんなさいね、ワンちゃん、ワンちゃん飼ってる、2人で住んでるけどね、ワンちゃん飼ってるのね、今そうカオルが今あっち行ったから、大丈夫、今お前が飼ってつけて俺がおるってでカオルになったんで、そうね、だ1文字2文字担当で、あれだよね、好きな文字をこう出して、あなたがあのお母さんチワがいいって、俺が違う、今犬の、俺らが2人で飼ってる犬の話したいんじゃないの、あ、何の話した、今空白の4世紀の話したいの、ちげえよ古代史の話しない、しねえよ、これ最近めっちゃ見ちゃってさ、しねえよ古代史の話、ちゃもういいって、ちゃお前、マジで毎回なんかもう最近こうなってるよ、最近大事な話できないラジオになってきてる大事な話なんかあんの、これ毎回さ、うん、一応あなたがその、うん、したい話考えてきてって、うん、そうで、その一人考えてきてとか、うん、で、俺大体思い浮かばなくて、うん、あなたが2回話すとか、うん、で、俺がそのちょっとちゃちゃ入れるとかで決めてきたじゃん、うん、何それってこんななんかだから最近言われたよ、カド兄にも、うん、スーパーカドブラザーズのお兄ちゃんにも、うんうんうん、いやなんかちょっと最近うまくいってる感じじゃない、あんなラジオないかもなみたいな、あの人何も分かってないから、あ、本当に、あ、よかった、あの人何も分かってないから、俺もなんかおかしいんじゃないかなって、あの人おかしい、でも俺の擁護してくれんのよ、めちゃくちゃ、うん、で俺好きあなた嫌いかもしれないけどね、あ、パワハラだって俺を糾弾してくるからね、でもお兄ちゃん言ってたよ、自分のラジオで、うん、なんか配信をしてて、うん、で、あのひろみちさんと、うん、サノフィーさんと、うん、あとちょっと僕知らないんだけど、もう一人で5人でやってたの、うん、配信をゲスト会みたいな感じで、うん、で、その時に、うん、ちょ、お前ラジオやりながらタバコ吸うはやばいって、あ、俺今、ほんと無意識すぎたで、ちょ、これは屋外だし、いや、そう、ちょちゃんと屋外だし、目に見えてないんだから、うん、真実、口でそんな全部話さなくていいんだよ、いや、でも俺が、それやめなっつって、そのあとほら普段やるじゃん、あ、それ違うんじゃないって言うときあなたのチンチンをこうベルみたいにこうチンチンチンってこう鳴らすやつあるじゃん、それでもやりねえよマジで、だから空白の4世紀の話を、じゃもうそれも話さない、気になるけど話さない、あ、お兄ちゃんがさ、じゃお兄ちゃんの話はもういい、お兄ちゃんが全部ストップさせてる、俺そのそれこそネタ書かない方が書いたネタグランプリの話してて、おう、おそれそれ非常にうまくいってないライブだったっつってて、あ、そうなん、もう絶対呼ばないと思ったライブに、あー、何がうまくいってなかったの、あの、まずその根幹からおかしいと、そのまずその売れてる人がやるライブだと、売れてない人がやるようなライブじゃないって言ってた、でも間違ってると、お兄ちゃんと、ああいう風に目打ったから20人ぐらいのお客さんがご来場したんだと、まずね、まずそう打たなきゃもう地味ライブよ、その誰が誰呼ぶのみたいなさ、別件頼りきりのライブになってたよ、きっと、だし、あとお兄ちゃんが言ったのは、その、まあ、その1本目受けなきゃいけないと、うん、1本目受けなきゃいけなくて、うん、で、もちろん俺らは、うん、スーパーカードブラザーズはその、うん、ね、1本目は、うん、あの、まあ、それなりにあれして、で、2本目の方が、うん、あのゆずきが書いたネタの方が受けたと、うん、で、すごい悔しかったんだと、うん、でも他の人たちは、まあ、どっちもこう受けずにとかって人たちもいたっていう、うん、この地獄みたいなこと言ってたわけよ、その呼んでもらったライブで、うん、そのまず、まあ、俺らのことを言うのはさ、うん、いいとしてさ、お兄ちゃんその、うん、俺らの友達たちもさ、うん、その名もなきあの人たちからしたら、うん、スーパーカードブラザーズからしたら仲良くなってないし、名もなき、うん、俺らの友達じゃん、うん、名もなき人たちを攻撃して、うん、あ、もうこれはちょっとと思って、あ、悔しくて、あ、もうデキンです、これで罰、はい、罰です、もうデキンです、スーパーカードブラザーズ、まだ仲良くはしていきたいよね、もちろんこのラジオなんか別に聞かないんだから、いや聞いてるんでしょ、実はそのこれ毎回聞いてくれてんだから、そうだね、確かにこれ大丈夫、リスクあるよ、いや、まあ、大丈夫でしょ、ギリ、でも一個言いたいのは、うん、やっぱその、まあ、構造としてさ、うん、俺友達にあ、ね、来てくれた友達、うん、に聞いて分かったのは、その1本目は、うん、そのやっぱハードル上げまくってるわけじゃん、うん、そのなんていうの、そのまあこ普段やってる方が書いてるしっかりしたネタですっていう風に振ってるわけじゃん、うん、ちゃんとハードルが上がってるわけよ、まあそうね、うん、その分、そうそう、その分、うん、で2個目ってそのやっぱりその分こう砕けるというか、まあ落としてね、そう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 、砕けるから、うん、その分2個目って別に1本目どうあろうと、
受けやすいし、まあね、見てるお客さんもなんだあの1本目の方つまんねえじゃねえかって全然そういう目で見ないのよ。いやでもそうもそう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 っていうことが、まあ、俺も確かになとは思ってたけど、うん、兄ちゃん言ってるそれが判明したから、うん、あの構造としては全然まずくなかったんだよってのだけ言いたい。あーなるほどね。そういうラジオなんだよねー。はるくんこれ誰だと思う？いやもうそうずるいずるいずるい。これランプの魔人ずるいずるいずるい。なんていうんだっけ。あーまあジーニアみたいな。あそうそうそう。ハルくん。ジーニア。いやそれアーニャだろ。それピーナッツ好き。お前ずっと間違えてるぞ。お前テンション任せで。テンション任せで。ジーニージーニーかも。あジーニーだ。ジーなんかあるよね。風強い。風強いね。これなんで？もしかしてあれかな。な何？ミミズかな。ミミズ。なんなんミミズって。ミミズ。なミミズ。いやこれ突っ込んでもらわなきゃ。何を？いや。いや、スズメの戸締まりかってその確かに地震起こる前ミミズこうじゃ偏りすぎ出てくるけど偏りすぎ偏りすぎお前。ちなみにスズメの戸締まりは俺も面白くなかった。なんかいろいろじゃあお前そのいろんな暗喩があった上でなんかあーこれなるほどなと思いながら面白くなかった。全然面白くなかった。やばい。ただ俺はみんな不作だって天気の子大好き。やっぱお前見る目ない見る目ない。あと研究者すぎる。なんでいやその特化して深すぎる。あの横広くないのにどういうこと横広くないの。あのなんか分野幅広くないのに、うん、特化して深すぎるあそれあなたにとって研究者なんだ。研究者すぎるお前。あのそうなんだよ最近研究で言うとさもういやだからそのいい感じでさそ、ね、その本来話したい話は、うん、そのまあちょっとその話せなかったじゃん。あなたのが主催してくれたまあそうねネタ書かない方グランプリ。ああちょっとね確かに普段ネタ書かない方が書いたネタグランプリね。そう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 普段がそのの話できなかったからその話したいねってなってたけど。そう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 結構いろんな話したいしね。ただもうこれ時間ダメやな。これまた次話そう。ネタ書かない方が書いたグランプリ話はまた次回しよう。ちょちょちょいつまでも遅刻すつもりこれ。いやしょうがないだってあなたの話しようぜ。だとその話しようぜ。一個前なんか、うん、そのガチャ引いてただけなんぜその時やれよこの話を。あガチャ引きながらガチャまあそうね。そういう回もいいね。あそれいいじゃん。なんだこの変なひらめき。その飯食いながらとかでもいいしさもうその疲れてきたらあお互い持ち寄ってさ。あでも本当は架空会でさ、うん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 、そのあれじゃんあのバラキさんからもらったそのいやあれ面白いよかった今日のあの回割とじゃんけんしてさで飯食いながらラジオしてたじゃん。うんうんうん。あの回とかも消えちゃったからね俺お前のせいでな。そうそうでもあれし俺分かってんだよ。なんかこの後ハルト君が話したい話したい話がある最近のこの友達たちとの話みたいな感じで、うん、話したい話あるって言ってくれてるけど、うん、俺分かってんだ。何が本当は違うんだよね。何本当は、うんルキちゃん誕生日おめでとうの回でしょ。俺分かってんだ。やんねえよ。じゃあ始めていきましょう。せーのちょっと待っ て, 待って僕らは歩みを止めないラジオ。あやべめっちゃ小さい声入ってる。はるくん、じゃあこの本編は一体何をするんだい。二人とも飛び出せ日本。何ということ。何何二人とも飛び出せ日本ということで、はい、何をするんですか。つまりその日本の危機が迫ってるっていうのはご存知でしょうか。うわあきっしょい考察系 YouTuber みたいな感じになるの。今現代日本ではあらゆるもうほぼ世紀末みたいなことが起こってます。何をしてもスマホで撮られて拡散されて。あ、それ世紀末なの。世紀末、世紀末。災害とかじゃなくて。災害とかではありません。こう人の心が蝕まれてる。こんな日本をどの国に行こうかなって、日本を出てねっていう話は今からしようって。いやいや、そんな話いいんだよ。違うでしょ、本当にしたい話。お前どんどん突っ込め下手なってんの。本当にお前コントやりすぎて大丈夫か。本当にした話違うでしょ。ロキちゃんの誕生日についてのお話でしょ。じゃあ僕は振ってもらっていいかな。分かった。アルくん今日は一体何をするんだい。ロキちゃん今日風俗に行ったのか検査。ごめん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 。そんな叩かなくてもいいのに。じゃだって父親がもう聞いてねえけどこの回だけ聞くかもしれねえだろ。あもう聞いてないの多分。あそうなんだ。うんいやそのさ今日そのネタ制のために集まったじゃん。
で俺バイト終わりこのまま来て、であなたがこの前何もなかったと思うのよ多分。でも一日本当は大学行ってたよ。でさこのなんか来た瞬間にパッとなんか、いやなんだろうな、あのなんかどこでも嗅がない匂いして。じゃあ俺じゃない。いやだからでも周りに俺は臭いの。臭くない臭くない。その時だけ良かったのよ。だからおかしいなと思ってこいつを正してみたらやっぱりおかしかったんですよね。おかしくねえよ。言動一つ一つがやっぱおかしくて、その、うん、テンションも高くてなんかおかしかったんですよね。そのちなみにロキちゃんが風俗に行ったかどうかのチェックって、うん、どういうとこからすんの。いや本当は、うん、まあ、あんまり言いたくないけど顔ベヨってこうめくったりとかして。え何何を、いやちょっと本当に聞こえなくて何をめくるつもり。本当パンツこうバッて下げてとかしてチェックまで本当はしたいよ本当はね。だけど俺はそれまでできないから、こんなとこじゃね。だから匂いでしか判別できない。きしょ、じゃあ嗅いでみろって。俺の普通の匂い。いやだからちょっと服の匂い嗅がしていただきます。いやこれちょっとあれ、いやでもいい匂いなのそんなわけねえだろ。ちょっといいのいいのそんなお前変なこと言うなって。何日目の服じゃん。いや1日目だよそれはもちろん。あ所持所持所備わ危ない。なんか所備、いや所備所や初日初日初初じゃねえよお前。いやでもそうやって、じゃあでも匂い嗅いでみちゃうんでいい匂いするよ。なんかまだ臭くない。いや1日中来てるから分かんないよ。いやいやいややばいやばいやばい。一回なんか畳んでもらったんだ。でちょっと待ってくれよお前本当にもう。じゃあだからちょっと本当にもう。じゃあお前叩き方が、もう音もしねえ叩き方するぞ本当に。じゃあもうしてんのよ。あもうしてた。もうしてんのいやそうちょっと怪しいなっていうことで。まあでもいいや、これあやふやしょ、あやふやしょ、あやふやじゃない、言ってねえよ。俺研究してたわずっと。大丈夫本当にもうやめてくれ。俺の大学高橋君に聞くか今電話して。聞かないです。俺ずっといたよねって。聞かないです。そう絶対空白の何時間があるはず。空白の4世紀古代史じゃねえんだよ日本の古代史じゃ。いや空白の何時間はあるはず。あるはず。ありません。必ずある。こいつにある。違うだろって。絶対暴いて。そういう話をしたんじゃないんだろって。そうそうそう違うだろ。ちゃんと振るぞもう一回。アルト君、じゃあ本編じゃ一体何の話をするんだい。ロキちゃん、うん、誕生日おめでとう。えでもそれは言わない。ごめんね。お前の誕生日言わねえかな。いや、毎年さ、お前誕生日も。いや、正直、正直ね。所持金？所持金じゃない。正直、うん、祝おうと思ってたよ。嘘つけよ。いや、本当これは。でもやっぱ、なんかこの欲しがってる感じかな。ちなみに俺の誕生日いつだか言える？くにく。いや、これは覚えやすい。何月何日？9月29日や。ありがとう。でも今年それがラストでしょ。ラストじゃねえよなんでだよ。毎年そうだよ。 あと60年ぐらいあるって。ちょ今年死ぬって話じゃなくて、その9月の最後が30日まである。今年9月30まで。毎年そうだよ。あるか。うるじゃん。あ2月だけだよ。あ2月だけか。今年最後って何の。ほいで今年最後って何。ほいで。ごめんなさい。ごめんちょっと。今年最後って何。ごめんちょっとごめん。言い間違いもあったの。いや何分かんないよ、ね、年に何回かあるじゃん。あなたねえよ。俺ちょっとずつ生まれてきたじゃん。あなたって変なこと言うなよ。1年かけて。いやお母さんの負担。いやそうだな。ありがてえよな。ありがてえよ。あたちあなた卵から帰ったじゃん。そのやっぱ卵爬虫類かなんかじゃない。俺別に親に育て哺乳類。じゃあそのへその3つついてた時の話はしてもらえる。へその1本です。見ました。家で。あじゃあついてた。これもうええってお前誕生日もなんか金銭的な何かねえんだったらいいよ。もうしたくて。怖っ。金銭的な何かが欲しいんだ。金銭的な何か俺にする気ねえんだったらもういいよ。メッセージだけくれ。じゃあメッセージだけな。当日ちゃんとちょっと誰よりも早く送るわ。そしたらそしてくれ。金銭的な何かはないんだろ。いやだからそれが、うん、あるかないかマジ当日にだ。その犬が誕生日なんだから俺は会える可能性高いよお前と。まあそうだね。これだけ会ってるからな。だったらもうそうしたら。確かにそれはそうだ。したりするよ、うん。まあ、ここ何年かはお祝いしてもらってませんけど。じゃあ最初の年ぐらいか1年目ぐらい。いや本当にいやあれはめっちゃ嬉しかったよ。
でもコンビニのケーキとか、ね、いやなんか嬉しかった、あれが一番。でもあなたのからの返しもだってだいぶ派手だったもんな、うん、タピオカミルクティーと、うん、あとロールケーキみたいな、うん、すごかったもん。ロールケーキ2人でガブリついたもんな。ガブリついた、あれよかったよ、マジでよかったよな。で2年目俺が渡さなくなってから、うん、やっぱお前がピターンってやっぱちゃんとやめてきたもんな。俺は覚えてたんだけど、うん、本当にやっぱ金銭的な問題とか、いや、いやまあ、違うと思う、忘れてはないよ。いや、あなた金銭的な何かだったと思うよ、あの時かな。 あの、忘れたと思うよ。普通に金銭的な余裕はあの時あなたあったもん、死ぬほど働いてたから。あ、じゃあ忘れたんだ俺。うん、で、多分そうだよ、渡せなくて、で、そのまま伸びて伸びて、で、渡せなかったお前がピターっと。やっぱ俺の時には渡さない。じゃあ、いや、本当にごめん。あなたからメッセージをもらったことあるんだよ、俺。いや、あなたもメッセージよこさないじゃん。いや、俺送ってるよ。本当に？いや、ちょっと検索していい？ LINE で。誕生日おめでとうぐらいは言ってるよ、俺。LINE で言ったら検索したらいいかな。おめでとうで検索したらいいかな。誕生日とかじゃない。誕生日って言ってる？ハッピーバースデーとかじゃない？いや、俺ハッピーバースデーってあなたに言わないよ。誕生日とかよ。え、あれあるよ、検索のこの、どこで喋れんの？これ。あ、そこで喋れんの？え、なんで？ほんとだ。誕生日とか打ったら。誕生日とりあえず出してみる？おぉ、ちょっと待って。いや、俺しか出てこないじゃん。ほら、あ、いや、ちょ、あなた毎、ちょっと待って、あなた毎年言ってくれるの。しかも当日に何時とかなんだ。あ、でも10時とか、22時とかだ。あ、だいぶ遅い、終盤じゃん、俺誕生日。しかも、その、うん、ちょっと去年の9月29日の、うん、あの、LINE の、うん、あれ言ってっていい、うん、まずは、俺がネタ送ってるわ、うん、送って、で、うん、多分これ明日の、もちろん明日特にベルト忘れずにね、持ってきてねっていう風に言ってて、いや、ちょっと待って、俺が LINE そのまま読ましてよ。ちょっと待って、じゃあ俺。あ、いいよ。あ、いいよ。明日特にベルト忘れずにね、前日の最後ね。そうで、ありがとうございます。で、俺が、それが何でが9時、朝のね。ああ、で、あなたが、え、今週は YouTube 上げないの？で、俺にパワハラというか、まあ、俺が上げてないのがあるで、俺が上げます、すいません、集合何時だっけ、ごめん。で、俺が1時昼ぐらいに送ってて、で、2時ぐらいに電話来てて、ツイッターで来てる、多分ね。で、俺が大久保公園の喫煙所にいます。はい。で、あなたが、なんかモノマネいっぱいやろうって言ってる。それ何時？いや、時間はどうなってんの？9時。あ、だからもうこの日終わってるってことだよね。ライブとか終わって、そうね、終わってから LINE 送ってんだよね。そう、モノマネいっぱいやろう。はい。で、あなたが俺に肉球ビームっていう、うん、ビームのスタンプ、ね、そう、スタンプ、猫のスタンプ、うん、で、俺が、うん、そのビーム知らないな、で、誕生日おめでとう。絶対忘れてただな。いや、忘れてる、忘れてないよ。で、俺その返信なんて送ってんの？いつもありがとうね、あなたの笑顔に救われてるよ、これからもよろしく。嘘つけ。何時間前かには今週 YouTube 上げないのって嫌なこと言ってんのに。それとは別だよ、やっぱり。いや、すごいよ。で、コントを送ってるんだ。そうそうそう。でも、あなた俺に言ってる？それそれだね、それだよな。俺は一応、あー、ちょっと待って、よいしょ。あー、そっか、誕生日、でも俺誕生日おめでとうって言わないのよ、友達に。ハッピーバースデーっていうの？ハッピーバとかって言うのよ、友達には。ああ、だから何、大好きハッピーバとか、ケンちゃんハッピーバとかって言うのよ。ああ、だから、もしかしたらハッピーバの可能性がある。わかる。で、あなたにはめっちゃ凝って別のこと言ってるかもしれないし。ああ、なるほどね。逆に12月7日でしょ、8日な。はい、もうだから、その、そういうとこなんだよお前。そういうとこなんだよ。じゃあもう夫婦じゃん。ちょ、長えな、俺ら毎日 LINE してんじゃん。まあ、そんぐらいしてた、してるな、確かに。今でも、いや、今でもっていうか、その、いや、まあ、その業務よ。いや、そうそうそう、そんな、なんか、でも俺だったらもしかしたら行ってきますとかじゃない、その、うん、ふざけてゼロ時とかに送ってる可能性も悪くない？あ、まあまあ、全然あると思う。あるよね。あ、来た。え、送ってはいる。あ、あ、いい？うん。まず俺が前日、12月7日の22時40分ぐらいに、うん、コントを送ってる、まずね。あ、俺にね、ありがとう。で、12月8日になって、9時50分。うん。で、9時50分って朝のか。朝の。うん。な、多分この日もネタ合わせかなんかだわ。うん。19時半までかかるらしくて、オーディションが。う
でもパワーオブフリーに間に合わなくなるから、うん、17時には返してくれていたので、うん、入り時間集合でお願いします、すいません。ああ、俺サッカーのオーディションだった多分ね、うん、でその返信にロキちゃんが、うん、その4時間後ぐらいに、だから13時、1時ぐらいに、うん、おめでとう、うん、送ってて、その30分後にあなたからありがとう、うん、で、音声通話来てて、うん、頑張ってね、うん、で、来てる。いや、もう何がおめでとうかもわかんない。ちゃんと祝ってはいるんだよ、だから。いや、違う、おめでとうは多分誕生日だよ。これだってあなたもありがとうって言ってるから。いや、まあ多分そりゃそうよ、うん、だけど、うん、ちょっと全然だな、なんかお前のなんか、ね、おめでとうなんか。じゃあちょっと2021年の、うん、あのあなたの誕生日の時、うん、に行くね、うん、で、まずこれちょっと業務連絡で、うん、いろいろ言ってるわ、うん、業務連絡を、うん、で、いろいろ業務連絡あって、うん、で多分この日もなんかで集まるんだわ。うん、で今やっと休憩に入り見させてもらいました、エントリーありがとうございます、了解しましたとあなたから来てて、うん、バイトお疲れ様、よろしくお願いしますと。おう、あなたからね。そうで、うん、その感じで、13時ぐらいに、うん、あ15時ぐらいに、うん、俺から誕生日か、うん、よかったなって俺が言ってる。きっしょお前。あなたからはいありがとうございますと、うん、お父さんじゃん。誕生日が良かったなっつってます、俺が。な、誕生日が良かったな。なんで見たらだよ、そんな。多分でもこの年は、うん、なんでか分かると思う。なんで？多分この年に初めてのあなたが俺の誕生日祝わなかったんだよ。あ、だから、ふてくされたみたいな。ふてくされて俺がこう言ってたと思う。きっしょ、こいつ。なるほどね。なるほどでしょ。あ、そういうことね。しかも多分俺の中では、うん、まああなたは、俺はめっちゃ嬉しかったんだけど、その、うん、あなたのその2020年の誕生日プレゼントは、うん、コンビニのミルクレープとパチンコの景品じゃん、チョコ。 あ、そうだったっけ。遅れてで俺はそれがすごい嬉しかったと、うん、言ってるんだけど、まあ、うん、高々500円ぐらいじゃん。あ、まあそうね、300円とか。本当にそんなもんで、俺はそれに対してあなたもさっき言ったように、うん、めちゃくちゃ豪華な誕生日を差し入れしたと。いや、もうタピオカだけでもオーバーしてた、ね、そうそうそう。だからこの金銭的なこの差がすでに発生してたのに、うん、お前は俺何も返せなかった、うん、っていう怨恨がこの人の中でもあるんだと思う。もう無理なんだけど。無理なんだけど。なんだ無理なんだけど。無理なんだけど。無理なんだけど。ギャル。こいつ誕生日金銭的な感じで見てんの無理なんだけど。マジ。あ、まあでもちょっと、うん、今年からやっぱ、うん、やっぱ祝っていこうかなっていうのはある。あ、本当に？なんでかっていうのは、うん、いや、やっぱちょっとお前が追い先ちょっと長くないような気がして。俺死ぬん。ちょっとな最近。なんで？いや、なんか死に急いでる感じがちょっとしてねえよ。なんでだよ。な、君たちはどう生きるのかとか、うん、なんか最近映画見てる。性に対してのなんか最近なんかすごいじゃん。いや、それは最近映画めっちゃ見てるよねってこと言いたい。いや、映画とかじゃなんか、うん、だからそういうえっちゃんお店もあんまもう行かないじゃん。いや、本当に なんか行ってる感じないの。まあ、行ったことないけどね。もうこれって老後なわけな、はい、もう行かないで、君たちはどう生きるのか、もう行き終わった人の意見としてもう見に行って、あ、なるほどね、じゃあ面白くない、だって私はこう生きてきたんだものっていうので、なんかそう言ってる感じもあるし、なんかドラマ好きっていうのももう時間が有り余った人の暮らし方な感じして、でちょっともうこいつはだからちょっと祝ってあげないともう来年には限界来ちゃうぞっていうことで、お前俺に考察加えんなよっていうことで、俺の考察いらねえだろね、今年はちょっと祝って。でもマジでさ、うん、本当に追い先短かったらさ、うん、最初に何すると思う？あた？絶対決めてんだよ、余命宣告されたら何するかって。え、でも本当犯罪じゃない？違うよ。な、何？いや、お笑いやめる。あ、まあでもそうだろうね。まず、いや、それはそれはお前、なんかやっぱ考えんだよ。それはお前にも、で、なんで考えるかっていうと、うん、すごい不摂生な生活中だって思うから、あ、今が？うん、これ急に何かあって、うん、何か宣告されてもおかしくないなって思うわけ、俺が。おう。なんか最近特に、昔よりはさ、うん、ネタ合わせの時間減ってさ、一人でいる時間長くなったじゃん。あ、まあそうね。っていうのもあって、うん、その間で何最初にするかなって考えたら、やっぱあなたにも普通に迷惑だし、うん、あともうね、1年とかじゃない、余命宣告されるって考えたら、まあ、1年でどうにかなるって考えたら、そん絶対ないし、絶対ないっていうか、まあね、1年でどうにかなる分には限界があるというか、まあ、今から努力っていう時間じゃねえからな、うん、死ぬっていうのは。いや、そう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 、だから、うん、まあ、あなたにも別の相方探してねって言って、うん、いや、言うなと思うから全然よ、うん、逆に俺は謳歌してんのよ、逆。あ、今は、うん、あ、めっちゃ生きてんのよ俺今。あ、今めっちゃ生きてんだ。いや、そう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 、いや、だからその
あ、じゃあ全然心配することない。うん、誕生日祝って。今年はじゃあちょっと金銭的な何かで誕生日祝って。でもあなただいぶさ、そのちゃんとそのオーバーしてくるというか、うん、とこはあるよな。そう、それが面白い。初年度にやっぱすごかったからそれ面白いと思っちゃってるから、いちいちやっぱコンビニでさ、まね、その、うん、ただのネタ合わせなのに山ほど買って、うん、なんか俺にも食わしてくれるみたいな時期あったもんね。前までそれ面白いって。しかもあれね、俺の財布の紐がめちゃくちゃ硬かった頃ね。そう、硬いのになんかあえて緩くしてめちゃくちゃなんかドリアとかパスタとか笑ってくれると思ったから、あなたが。いや、俺はなんかただ普通に幸せだった、引いて、ね、うん、引いて。まあっていうわけで、だからみんなにも祝ってほしいよね。うん、当たり前。9月20日、うん、聞いてる人は当たり前じゃねえ。当たり前、当たり前じゃねえ。いや、あと一つだけ言っときたかった俺最後に、うん、いや、ショート動画のさ、うん、俺が携帯落ちたやつあるじゃん、あれはガチだよっていうのは伝えときたかった。いや、本当にすごいよな。だってあの後めっちゃ探したもんな。いや、本当ないから、うん、でも最後に触ったのはどこだろう、うん、っていうのをずっと車の中で考えて、うん、で、ちょっと一回戻ってくんな、あそこかも、うん、で、店の人にも聞いて、うん、いやでも外を走ったしな、で同じルートだったらあったっていう。俺も改めて動画見て思っただけで、当時は全然気づかなかった。いや、だからあれやっぱ奇跡ではあるよな。いや、すごい。あれは本当に、だからあれ嘘じゃないよっていうのは思ってほしい、ね、本当に。じゃあまたね、あのネタ書かない方が書いたグランプリの話はまたしよう。しねえよ。じゃあ次回はあれだね、うん、もう次回ラジオ撮るときは俺の誕生日のときか。で、そんな先、俺3ヶ月後もまでちょっと、いやいや、撮るよ。あ、まあ撮る、まあしゃあないしゃあない。っていうわけでね、はい、じゃあまたみんなとは会えるね。きこわバイヤー。どこでボコ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 、え